私たちは今ひたちなか市長砂にあります JA ひたち長砂直売所にやってきました。はい、冬の時期の茨城の味覚の代表といえば干し芋ですよね。あのこちらの直売所でも のぼり旗が立っていたりですね、紅はるか、玉豊か、紅まさりなど10種類以上の干し芋を扱っていまして、大々的に干し芋のコーナーもあるんですよ。今ですね、たくさんのお客様いらっしゃってまして、干し芋をお買い求めになっているんですが、今日はその干し芋のご紹介ではなく、干し芋が入った干し芋カレーがあると聞いてやってきました。あの干し芋が入ったカレー、一体どんなカレーなのかお話伺ってまいります。お話は干し芋カレーの製作に携わった日立農業協同組合の野口翔一さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。野口さん、干し芋カレーって一体どういう状態で干し芋が入ってるんでしょうか。はい、干し芋、細かく切った干し芋がじゃがいもの代わりのような形で入っております。じゃあこのカレーにはじゃがいもは入ってないんですか。そうですね、じゃがいもの代わり、同じお芋で干し芋でが入っております。うん、まあ同じお芋ということでね、入っているということなんですが、干し芋のこう種類としてはいろいろあるかと思うんですけども、どういった干し芋が入ってるんですか。はい、最もポピュラーな干し芋であります玉豊かというお芋を使っております。まあ、玉豊かはね、生産量も多いですしね。はい、はい、まあ、その玉豊かを使った干し芋カレーということなんですが、やっぱり干し芋ですと甘みがありますよね。そうですね、かなり甘みの効いたカレーになってますね。はい、はい、甘みの効いたカレー、一体どんなカレーなのかすごく気になるんですが、一体どういう目的で作られたんでしょうか。はい、干し芋っていうとやはり今の時期12月、はい、1月2月っていうのが最も旬なシーズンになるんですけれども、はい、干し芋をですね1年間楽しんでいただくということと、あとは干し芋を製造する上でどうしても製品にならない細かいのが、はい、出てきますので、そういうのを無駄なく利用しようということで、干し芋を使ったカレーということで作らさせていただきました。ひたちなか市といえば干し芋の、ね、生産が盛んですごく有名ですもんね。はい、そうですね。そういったこう干し芋を、ね、少しでもこう利用しようという思いもあるんですね。そうですね、いろんな方にたくさん食べていただけるようにと思って作りました。はい、ということでやっぱり私も干し芋カレー食べてみたいなと思うんですが、はい、ご用意してますので、はい、ぜひ食べてみてください。はい、じゃあちょっといただいてもいいでしょうか。今ご用意いただいたんですが、こちらカレー見た目は本当に普通のカレーと変わらないですね。そうですね、見た目にはほとんど変わらないと思いますね。はい、いい香りがしますし、干し芋のこう大きな感じも見当たらないので細かく切ってあるのかなと思うんですが、はい、ちょっといただいてみますね。いただきます。うん、あ、こちらですね、辛みの後にこう甘さが来て、干し芋のこの優しい甘みを後から感じますね。そうですね、かなり甘みはこう感じられるカレーになってるかなと思いますね。で、なんていうかちょっとリンゴのような甘みで、すごく合ってますよ。ありがとうございます。はい、はい、お客様の反応いかがでしょうか。はい、珍しがって買ってっていただく方、また買っていただいた方は美味しかったよと言っていただいておりますね。また、こういったの話を聞きつけてなのか、東京の方のレトルトカレー専門店さんの方から問い合わせなんかいただいて、はい、そちらでも販売をさせていただいておりますね。はい、なるほど、たくさんの方に、ね、需要があるということなんですが、こちらの干し芋カレーたくさんの方に食べていただきたいですね。はい、干し芋、まさに今旬の干し芋と合わせてぜひ買っていただきたいと思います。はい、野口さん、お話ありがとうございました。ありがとうございました。この時間はひたちなか市長砂の JA ひたち長砂直売所より干し芋カレーについてお伝えしました。